今度は第6節、文化的牽引というところに行きます。こっから結構なんか盛りだくさんですね。今ある言語はなぜこんな風になっているのかっていう、そういう話題です。これは生物学で今いる生物はなぜこんな風になっているのかっていう問いがまああるわけですよね。で、その、答えとして、自然選択っていうのが考えられるわけですが、今ある言語はなぜこんな風になっているのかに対する答えとして文化的牽引というものを出しています。まあ、これは別に前からある概念ではあるんですけども、例えば、日本語の赤、英語のレッドとか、フランス語のフージュとか、こういうような語がありますよね。この色の名前がありますよね。で、それぞれのこの3つの単語の表す典型的な赤とかレッドっていうのは、まあ、ほぼ同じなんですよ。実際調べてみると。それはなぜか。答えとしては、まあ、有力なのは、人の、脊髄体細胞って読むのでいいんだと思いますが、そういう細胞があって、それが、その典型的な赤とされる波長に一番強く反応するんですね。だから赤、レッド、フージュとかは典型的な色がほぼ同じなんだというふうに答えられるわけです。で、余談ですけども、他にも、性錐体細胞、緑錐体細胞っていう細胞も人間にはあって、それに比べると脊髄体細胞っていうのは密度が高いので、人間の目は赤に対する感度が一番高いそうです。で、そこからおそらく、基本色細胞っていうのがいろんな言語に、まあ、どの言語にもあって、で、一番基本的な色彩語は白、黒、あるいは明るい、暗いを表す色なんですね。で、これはどの言語にもある。それに加えて、一番多くの言語にある基本色彩語っていうのは赤にあたる語なんですね。おそらく、その青とかではなくて赤が、白、黒の次に来る基本色彩語だっていうのは、この人間の目は赤に対する感度が一番高いっていうところから説明できるんじゃないかと思います。あと重要なところを赤でマークするっていう習慣はおそらく日本以外いろんな文化であると思うんですけども、まあそれも、こっから説明できる可能性がありますよね。今ある言語がなぜこんな風になっているのかに対しての一つの説明がこう与えられるわけです。まあ、ただこれは歴史を全く無視してるわけなので、その言語がどうやって形作られるかっていう部分も含めて考えていきましょう。この矢印のプロセスを観察した実験というものです。ランダムな色のラベル、適当な、まあ、無意味語とか言ってもいいでしょう。無意味語と、あと色を組み合わせて、ランダムに組み合わせて覚えさせるっていう実験をします。だから、被験者に、なんか適当な色のチップを見せて、で、これは、模擬ですとかっていうふうな感じで、どんどん学習させると。で、その後に、今学習したのを思い出してくださいって言って、また、さっき見せた色のチップを見せて、これはなんてやつですかとかってやって、アウトプットさせる。で、その結果を、今度は別の被験者に覚えてもらう。で、覚えてもらったらまたそれをアウトプットさせるっていうようなことを繰り返すんですね。まあ、これは何をやってるかっていうと、親から子が言語を習得して、で、その自分の子にまた継承させるっていう、そういうプロセスを、シミュレートしてるわけです。こういったことを、何度もやっていくと、そこでその覚えさせたやつが、だんだん人間の知覚システムに従った方向に変化するというのが見られます。というような感じで今ある言語はこんな風になってるんじゃないかっていうことなんですね。
こういうプロセスを文化的牽引、カルチュアルアトラクションっていうふうに言います。つまり、その文化的な特徴、まあ、ここでは言語ですね。言語が牽引因子、目の仕組みですね。この場合だったら。それによって生じた、アトラクター。ここでは典型的な赤ですが、それに引き付けられていくっていう、こういうプロセスです。で、それによって、今ある言語はこういうふうになったっていう、そういう説明ですね。で、文化的牽引って言って、なんで目なのって思うかもしれませんが、認知機構みたいな生物的な要因のための特定方向への変化も文化的牽引って言います。まあ、ここでの文化的っていうのは、文化的進化と生物的進化の対比の中での文化的っていうことです。教科書には遺伝子のバリエーションによってその成長言語がどうこうっていう話も出てるんですけども、私が調べた限りだと参考文献と若干ずれてるんで、詳しくは教科書に挙げられている参考文献をよく読んでみてください。で、もう一個文化的牽引の例を出します。こんな実験をしました。ある形がスクリーン上を移動するビデオを見せます。その後に、そこで起こったことを手で答えてくださいと。まあ、ジェスチャーで答えてくださいっていうことですね。で、そうすると、幼児は、その移動の様態、弾むとか滑るとか回転するとかっていうのと、形が移動した経路、上へ移動とか下へ移動とか、ね、そういうのを別々に示す傾向があるそうです。それに対して年長の子供とか大人は、その様態と経路をまとめて一つのジェスチャーで示す傾向があったそうです。まあ実際両方いけるわけですよね。くるくる回しながら、それを上に持っていく、上にずらしていくってことはできるわけですからね。ですが、幼児は別々に示したそうです。日本語とか英語とかそういった言語は、幼児が学習して、それを通して受け継がれますんで、幼児のこの傾向が言語の移動の表し方の牽引因子になるわけなんですね。で、その結果どういうふうになるか。その結果がアトラクターってわけなんですけども、一つは移動と様態を動詞で表して、経路を別で表す言語。英語はそれなんですね。He swam across the river。って言ったら、このスワム、これは泳いでってことで、移動と様態を表してます。で、経路の方はアクロスですから、別で表していると。で、日本語に関して言うと、彼は川を泳いで渡った。泳いでっていう様態を別で表して、移動と経路を主動詞の渡ったの方で表してますよね。まあ、こんな風に、二つのアトラクターがあるわけです。まあ、他もあるかもしれませんが、経路と様態を両方同時に動詞で表すのが普通っていう言語は多分ないんじゃないかと思います。これに関してはたくさん研究が積み重なっています。ちょっと見たい人は、明解言語学辞典の語彙化とか、枠付け類経路っていう項目に、コンパクトな説明が載ってるんで見てみてください。6節は以上です。これ、名前がミスリーディングですよね。文化的権威って。まあでもそれ言った通り、その生物的進化との対比なんで。一瞬見たとき、あれ、サピアウォルフとかかみたいな感じで思っちゃったんですよね。なんか、そっちに行くって思ったら、この文化的な権威と生物的進化が対になってるってことですか？対。ついっていうか、まあ別物ですよね。別物ですよね。まあだからこのなんか表端と稚語端とかってもう言全然思ってたんと違ったし。どうなんだ。文化が牽引されていくってことですか？まあそうですね。ですよね。なんか文化的牽引っていうと、文化が牽引していくみたいな感じに見まあえちゃう確かに確かに。から、なんか分かんなくなってしまうな、なるしほまうな。ど。
どうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。うん、まあ、もしかしたら文化権威の方がいいのかもしれないですね。そうね。そうね。文化権威の方が。文化が権威されていく。そうそう。言語が権威されていくんですもんね。うん、そうですね。因子によって引き付けられていくわけだから。そうそう、そうですね。じゃあ最後、7施設ですね。言語進化におけるコミュニケーションの役割というところに行きます。言語が使われるっていうことも権威因子になるのかっていう話で、前の説の権威因子は、目の仕組みだったり幼児の認知だったりで、まあこれは生物学的なものですよね。で、言語が使われるっていうことも権威因子になるよという話です。OIC を強化するのに役立つ方に牽引されますという話です。これは実験なんですけども、これはカービーっていう、筆者の多分師匠だと思うんですが、その人たちがやったやつです。あ、これちょっと字がおかしいですね。カービー、etalですね。etalですね。これカービーたちっていうんですけども、etが抜けちゃいました。どんな実験かというと、宇宙人の言語を習ってくださいみたいな体で、またさっきと同じようにこう誰かにインプットしてアウトプットさせたのを次の人がまたインプットするっていうのをやります。今回は、赤か青か黒の、丸か四角か三角が直進するか回転するか弾んでいくっていう、そういうのを、表します。だから 3×3×3 で27通りの意味がある言語ですね。その27通りの意味に、無意味語、プケマとかトッピーとか、ケゲマクとか、そういったものを、ランダムに割り当てます。だから最初は27個のラベルがあるんですね。で、実験1では、その27個のうちの約半分を提示して覚えさせます。と、動きを見せてラベルを貼らせるっていうのを、これは多分全部ですね。27個を全部やってもらいます。その27個のうちのまた半分を次の世代に覚えさせる。で、27個にラベルを付けさせる。これを、10世代やるんですね。ということをするとどうなるか。その一つの、例がこんな感じになります。この画面の右下のようになります。なんか随分減ってますよね。最初27ラベルがあったんですけども、随分減ってます。一番、ひどい時には2つのラベルだけになっちゃったそうです。この場合の牽引因子は、まあ、学習と記憶の限界ですよね。27個もこんなの覚えられないですからね、普通は。自分が、覚えてくださいって言われたものと自分のつけたものにどれだけ差があるかっていうので、そのエラー率がわかるわけですけども、その覚え間違いは世代が進むと著しく減少しました。だから、覚えやすい方に行ったってことですね。これが一つ目の実験です。さっきの実験ちょっと振り返るんですけども、これって現実の言語とは全然違う結果になりましたよね。で、さっきのやつは、まあコミュニケーションの役に立たないわけです。27通りのことが表せる可能性があるのに、単語が2つとかっていうのはコミュニケーションの役に立たないじゃないですか。まあ実際コミュニケーションしてなかったですよね。被験者は単に学習してそれをアウトプットするだけで別にコミュニケーションしてないわけです。ってことで今度はちょっと変えてみました。実験にですね、同音異義語フィルターっていうのを入れてみました。学習用のサンプルをその27のだいたい半分提示するわけなんですけども、その中から同音異義語を排除するんですね。同音異義語っていうのはさっきの例とかだと、例えばぽい、これは同音異義語ですよね。黒い四角がくるくる回るもぽいだし、青い三角がくるくる回るもぽいですよね。だからこれは同音異義語です。英語のバンクが土手って意味と銀行って意味があるのと同じように複数の意味を持ってるから、こういうぽいは同音異義語ですね。
学習用のサンプルからそういうものを排除するということにしました。つまりその学習用のサンプルで同音異義語、だから同じ形が2回出てくるようなことはないと。まあ、出てきても1回ってことですね。他はさっきと同じです。27個のうちの大体半分提示して覚えてもらって、27個にラベルをつける。これをやらせて10世代繰り返すというものですね。で、その結果どうなるかというと、文法ができました。言語が構造化されたんですね。この画面の右下がその一つの例なんですけども、ちょっと見てみると、最初、この N から始まっているもの、これは黒なんですね、全部。青の場合は全部 L から始まる。赤の場合は全部 R から始まる。弾むの場合は最後プロで終わるとか、みたいになってるわけなんですね。なんか随分これ構造化されてて、もう文法ができてると言って良さそうですよね。被験者がやれと言われたことはさっきの実験と同じで、27の半分ぐらいを提示されて、覚えて、で、それをこう再現したっていうことをやっただけなんですね。でもこんな風に、文法ができましたと。今回の牽引因子は、一つ目はさっきと同じ。学習と記憶の限界。で、実際覚え間違いは世代が進むとかなり減少しました。まあさっきの場合ほどではないんですけども、かなり減少しました。そしてもう一つの牽引因子は同音異義語フィルターです。で、これが、コミュニケーションの代理をしているということなんですね。さっきの言語は、これコミュニケーションの役に立たないわけですね。少なくとも27のことを伝えようとする場合には何の役にも、何のっていうか、ほとんど役に立たないわけですが、同音異義語フィルターがかかると、そういったような同音異義のために役に立たないっていう可能性は排除されますよね。だからフィルターが、この言語はコミュニケーションの役に立つっていうことを保証しているわけです。だからこれはコミュニケーションに言語が使われていくっていうことの、代わりとして同音異義語フィルターがあるわけなんですね。で、この1と2を両立させると、こんな風に言語構造が創発するということです。まあこれは同音異義語フィルターっていうコミュニケーションの代理を入れたんですけども、実際にコミュニケーションをさせた実験でも同じような結果になったよみたいな。ことが書いてあります。最後に、言語はその使用を使うために適切に設計されているのかっていうことについての議論です。チョムスキーが、言語は使用、特にコミュニケーションのために適切に設計されていないと言ってるんですね。証拠として言語には曖昧性みたいな特性があるからと言ってます。それに対して筆者は、これは本末転倒の議論だと言ってます。そもそも言語っていうのは OIC の道具で、コンテクストがあるから曖昧性っていうのは現に問題にはほとんどなってないわけですよね。例えば英語で take なんていうの辞書で引いてみると何十も意味が上がってますが、少なくともネイティブ同士の会話であれば、なんか take の意味が曖昧で、でどの意味かよくわかんないみたいなことにはならないわけです。このことの帰結として、一つはコンテクストによって解消できるんだったら曖昧でない長ったらしい表現をするよりも短くて曖昧な表現をした方が良いということです。これはその方が聞き手の処理労力が軽減される。で、処理労力が軽減されるってことは関連性が高まるからです。で、もう一つの秘訣はコンテクストが曖昧性を解消してくれるから言語は解消可能な曖昧性があってだとしても最も使いやすい形式に引き付けられるということです。まあ、認証代名詞なんていうのは、まあ、言語学的な意味での曖昧性とは違うわけですが、例えばその、he だったら男の数だけ曖昧と、まあ、言えるわけですよね。でもコンテクストが曖昧性を解消してくれるんで、そういう短くて使いやすいものがあるっていう、そういう方向に行くということです。で、曖昧性っていうのは、まあ、効率的な OIC のシステムにはあって当然なわけなんですね。で、さっきも言いましたけども、そもそも曖昧に見えるのは、
まあ、曖昧と言われている語をコンテクストから切り離してみた場合だけ、まあ、辞書を作るとかそういう場合に、曖昧に見えるだけであって、実際に使われている場合においては、特に曖昧ではないということです。まあ、こんな風にして、今ある言語はなんでこんな風になっているのかっていうような、ことについて、文化的権威の帰結であるっていう、そういう話をしたんですけども、言語形式はすべて何らかの文化的権威の帰結であるっていう、可能性があるんじゃないかと。で、こういう方向で研究のプロジェクトができるんじゃないかっていうことを述べています。はい。ということで5章は以上です。残るは6章とエピローグだけになりました。ここまでついてこれた皆さんだったら、最後までいけると思います。まあ6章は難しいんですよね。進化生物学の話にもろに、なってきますんで、まあ私もなかなか大変なんですけども、一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。エニグマでした。